みんな、サニアしておすし大好きメンバー、イエーイ。今日から自己物を紹介してます。それが12月号です。じゃじゃん。ここにですね、毎朝30秒でおしゃれになれるルールと書いてあるんですけども、見てください。はい、はい、なんですけども、皆さん朝どうしてますか？どうしていますか？あの、おしゃれ着替える洋服選びとか、洋服とか何秒、何秒じゃないね、5時に起きてね、5時に起きてね、5時に起きて、で朝ごはん食べて、何時、何分ぐらいかかる洋服選び、何分ぐらい、何時だ、何分、5分ぐらい5分ぐらい、はい、アリサは10分、長い、はい、長い。ユナはグリグリグリ1秒、30秒、え、早っ、え、待って、もうペッペッペやん、ペッペッペ。朝起きてすぐ着替える、ね、寝癖がやばいから、寝相がやばいから、確かに、寝癖があるときは毎朝鏡チェックのときに鏡見て、あ、寝癖って思ったら水で一回こうして、あ、ウォータースプレーね、それでボーってあれして、でその後にあったかいやつだけだったら髪が痛むって聞いたので、あの、なんかあったかかったらイメージさ、ふわーってなるじゃん、でも冷たい冷風でキャッってする、最後に、はい、カットしてくださーい。寝相悪いもんね、寝相ね、寝相はね、はい、バヤ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 で選んで、ご飯は、ご飯とか食べる。で、今から早速課題に、本題に行きましょう。本題にね、こちらの猫プチのですね、12月号の付録はメタリックショルダーポシェットです。アルジーさんとコラボしたものですね、じゃーじゃん。こちらはメタリックカラーでとても可愛いので、今から紹介していきたいと思います。はい、アルジー、それでは3、2、1、オープン。すごい綺麗、ネオン聞いとって、ビューティフル、はい、オッケー、ありがとうございます。はい、こんな感じの付録です。実はね、サラもね、この前買ったじゃん、ほら、ここにあるんだよ、あるんだよ、しぶちゃん、ほらどっちがサラ、結構入るね。あなたが落としたものは新品のものか、それとも、ちょっと古いものか、どっちでしょう、どっちですか。チクタクチクタクチクタク、こっちです。はい、正解です。はい、ということで中身は何色かな、お、白のちょっとふわふわベルト系のね、生地だね、はい、ちょっとエアで、ほら綺麗、いろいろ入りそうだね。でさ、アルジーっていう文字が斜めになってて、ほら、かわいい、わかるかな、おしゃれ、斜めになってる、この中に何入れたい、サラならね、なんかね、こんなんつけてるよ、タピオカのやつ、ほら、かわいい、ロシロク、そうやろう。すごかったね。何入れてますか、みんな何入れたい、サラね、今日はね、リップとかハンドクリームとか入れてる、メイク系、コスメ系かな、なんかさ、こう、なんか紹介になってる、後ろはリュックサックで、こ、前はこれ、携帯入っとるっけ、携帯とか早掛けんとかさ、すぐ使うものが入れたらいいね、そうそう、アリサはこれをある意味化粧メイクポーチにしたりとか、これにペンを入れたりしたいかなって思います。サラペン入っとるよ。サラペン入っとる。はい、以上です。ティアラチャンネルということで、今回はニコプチ12月号を紹介しました。みんなの毎朝30秒でおしゃれになれるルールあったら教えてね。またねー。